動画をご覧の皆さん、こんにちは。大学院合格請負人の藤本健一です。さあ、今回も藤本の各論をお届けをしてまいります。今回はですね、好評の社会人大学院生インタビューを伺っていくというシリーズを行ってまいります。今回はですね、札幌で弁護士として活躍なさっている土屋文人さんに来ていただきました。土屋さん、今回お忙しいところありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。俺も同じノリの方がいいかな。いやいや、そういうノリで大丈夫ですけども、早稲田大学の教育学部を出られた後ですね、中央大学のロースクールに行かれると。ただその間にですね、社会人経験であるとか、ちょっと紆余曲折があって、進学をなさったというところで、大変ですね。今ロースクールを出て弁護士になられる方って結構学生からそのままっていう方が多い中で、結構異質なキャリアを積んでらっしゃる方です。どういうところが異質かというのはちょっとお話をする中でより明確になっていくと思うんですが、今回ですね、その社会人として大学院を出られた土屋さんに、社会人大学に行く意義とその大変なところを伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。実は土屋さんとはですね、大学のゼミが一緒という大変興味深いね。はい、面白いですよね。あれから富士県優秀だったもんな。いや、そんなことはございません。ありがとうございます。ありがとうございます。土屋さん自身はですね、一度大学入られた後に、一度そこを辞めて、何かいろんなことをやってからもう一回大学に戻られてきたということで、なんか同じような学年なのにもかかわらず年齢が違うって大変頼りがいのある先輩だなってずっとその時から思っておりました。ちょっとそうですね。そうね。はい。土田さんのですね、そういったところについて伺いたいなと思うんですけれども、土屋さんってもともとですね、大学をなんか高校からストレートに大学行かれた後に、途中で辞められて、なんか別のことをなさってましたね。なんかどういうことをなさっていたんでしたっけ？珍しいんだけども、プロボクシングの世界にいたんだよね。ボクサーすごいっすよね。一回動画を見せてもらった時あるんですけど、すげえなと思いまして、はい。そうね。プロボクサーをしようと思って、一回大学を辞めてるっていう。そうなんですね。入学したのが1999年で、はい、大学退学したのが2002年なんだよね。そうなんですね。うん、で、ボクサー生活をして、2004年までプロボクサーだったのかな。はい、ボクサー、いやー、昼はね、不動産屋やったり、あるいはバイキンの仕事とか。そうなんですね。そういう社会人経験を経て、でその上でですね、なんかロースクール入ろうとか弁護士になろうということで、なんか大学に戻られたと聞いたんですけど、そのきっかけって何かあったんですか？プロボクサーの生活が、拳折れちゃって、強制的にもう戦えなくなっちゃったもんだから、飲んだくれ生活を2年間送って、なりそうですね、その場合。で、じゃあ戻りましょうってなった時に、ボクサーやっちゃうとね、ボクサーとしてのこの、すごい感動的な感覚を受けるような、ああいう感動とか緊張感とか、そういうのを超えるようなものじゃないと選びたくないって思った。なるほど、すごいですね。はい。それ考えたときに、あとサラリーマンとかっていうのも年齢的にちょっと二次新卒とかも違うんだろうね。退学してるので高卒だったのでなるほど。不動産やってた時に宅建とか取ってたから、そうなんですね。法律使うことがすごく力があるぞっていうのが認識してたので、じゃあ法律どうかなって考えて、ボクシングの世界チャンピオンになりたいっていう本気で思って、負けたこともない。でそう考えたときに、じゃあ法律の資格って考えたときに、一番難しいのはって言ったら弁護士ってなって、おうちじゃあ弁護士やるかっていう形で、もちろんいろいろ調べてね、という形で決めましたよね。すごいです。私、そういう人結構見るんですよ。だから弁護士目指すとかっていう人いるんですけど、それ、初心貫徹する人ってほぼ見たことないんで、いや、すげえなって、本当に思うんですよね。あ、そうかい。そうかね。でも確かにロースクール、ね、結構メンタルやられて途中退出した多い世界ではあったかな。それで例えばですね、大学にもう一回戻られた時っておいくつでしたっけ？大学に戻ったそれはあれは2007年じゃなかったっけ？2007年。あ、そっか、その時からなんですね。はい、2007年頃に復学して、それではい、岡村ゼミというゼミで出会うわけですね。はい、ありがとうございます。はい、あ、そっか、その時法学部に行くとか、そういう計画ってなかったんですか。なんか、なぜ、なんかもともと教育学部だったのは分かってるんですけれども、なんか。大学卒業資格が欲しくて戻っただけで、3年生から戻れたのでね、早稲田大学って戻るとき、面接だけで戻れるっていう。マジっすか。戻りますって言ったときに、面接だけで戻れたんだよね。はい、あ、そうなんすね。だったら単位そのままで戻れるんだったら、そっちの方がいいよね。まあ、単位あんま取れてなかったら、卒業するまでに留年して、2010年の3月卒業。そうか、同じタイミング、あ、そうですね、一緒にタイで卒業旅行行きましたもんね、そうだ、そうだ、卒業旅行行ったもんね。一緒にタイ旅行、楽しかったっす、あれ、本当に、はい。タオ島のビーチ行ったもんね。行きましたね、タオ島。あれから本当に、東南アジア大好きになりましたから、はい。で、卒業のタイミングで、中大のロースクールにそのまま入られたんでしたっけ？あ、そうそう、卒業して、そのまま。中央大学。これなぜ中大のロースクールになさったんですか？その時はね、今はなんかちょっと怪しい状況のようだけど、次第の中では一番合格率高かったんだよね。あ、はい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 。今なんか他のところのが抜かされてるっぽいけど。で、まあ比較的早いタイミングで中央大学合格できたので。で、その時、早稲田とかあんまり、その時はね、今抜かされたのかな、ちょっと忘れたけど、もう14年前、もう前の話なのか。あの頃はまだロースクールいっぱいありましたよね。今、だいぶ減ってきましたよね。本当にある意味、なんか土屋さんの頃っていうのは、ロースクールバブルみたいな頃がまだギリ残ってるタイミングだと思うんですよね。ああ、そうだわ。そうだわ、そうだわ。はい、あれもね、結構、土屋さんの世代ってロースクール制度に振り回された世代じゃないかなとちょっと思ってるところもあるんですけども。そうだね、振り回された世代なんだろうな。なんか予備試験も始まっちゃいましたもんね、この後最終的には。そうだね、はい、俺が入学したとき、予備試験まだなかったからね。ちなみに土屋さんは3年の未修コース、それとも奇襲の2年のコース、どちらで入られたんですか？2年間の奇襲のコースで。あ、そうなんですね。奇襲のコースで。あ、じゃあ、早稲田で行きながら、なんかロースクール予備校とか、そういうところ通われてたって感じですか？ロースクール予備校通ったね。それはね、行ってたのが辰巳。あ、辰巳。だから、藤健と同じ場所にいながら、俺、夜は予備校行ったんだよ。あ、そうだったんですね。いやー、早稲田行きながらダブルスクールでそこ通って。ダブルスクールでしたね。そうだったんですね。だからロースクールと結構厳しいとか結構イメージがあるんですけど、入ってみて実際どうでしたか？やっぱり厳しかったよね。9時からまあ授業あって、はいはい、まあ4時ぐらいまで授業あって、でその後もう普通に11時ぐらいまで結構半分ぐらいで残って勉強してたもんな。マジっすか、そんな時間まで。1日12時間ってことはないよね、勉強時間が。それが短いってことですよね、だから。12時間で終わるってことないから。なるほど。ああ、結構きつかったな。戻りたくないもんな。戻りたくない。どの辺が大変でしたか？いや、単純に、ついてくるのもきつかったし、まあ、試験のために落ち込んでみたいなね。で競争のストレスだったりね、やっぱりきつかったよな。結構、同級生って何人ぐらいいらっしゃいました、そのロースクールでは。はい、中央大学、その時は50人1クラスで6クラス。あ、そんなにいるんですか。300人1学年だったね。へー、マジですか、めっちゃ多いですね、ロースクールって。で、土屋さんはそれを2年で終えて。それをなんかロースクールの学習っていうと結構ですね、一般の大学院とちょっと違う印象がありまして、なんか修論を書いたりとかではなくて、多分普通に授業を受けて、なんか指定の単位取ったら終了みたいな形ですよね。あ、そうだね。基本的にロースクールっていうのは、まあ基本的に目的は司法試験の合格一本なんだよ。司法試験を受けない人は行く、場所ではないんでね。あ、そうなんですね。一応出たらなんか法学博士出せるロースクールもあるみたいに聞いたんですけど。博士号はもらえます。いいですね、なんか。もらえるけど、別に博士号に価値あるわけじゃないしかね。いや、でも、博士号って私、文系の研究者がすげえなって思うんですよね。だから、それ2年で必ず取れるって、なんか逆に言うと、すげえんじゃないかって思うんですよね。ああ、なんか。なるほど。いや、意外とだから、ロースクール面白い。なんか、修士2年で博士号を出すって結構大盤振る舞いなんですよ、大学院の制度で言うと。ああ、そうかもね。あ、そうだね。そんな1日12時間以上は絶対勉強している生活を2年間繰り返して、で辻谷さんが卒業されると、でその後にですね、これで終わりじゃなくて、そこからやっぱりロースクールの受験、ロースクール出たっていうことで、司法試験の受験資格が得られると、でそれが3回まで受けられるという制度だったのが、当時の厳しいところでしたよね。辻谷さんはこれ、ちなみに何回目で受かられましたか？これ、3回目でぎりぎり滑り込みだったので。これで落ちたら、今、どうしてたんだろうな、まあ、予備試験制度、もう一回使ってとかですよね、その場合でしたら。いやー、多分ね、もう力、もう気力はなくなってたんじゃないかな。なんか使い切った感はあったもんな。いやー、すごいですね。あ、ということは、そのバリバリ勉強して、それで出た後も、まあ、その後追加で3年間ずっと勉強されてたと。そうだね。その時は仕事しながらですか、それともずっとなんか老人生活的な感じで。もう母親に食わしてもらいながら、仕送りもらいながら、それで勉強させてもらってたよね。そうですよね。いや、本当にすごいなっていうふうに思います。で合格した時が年齢って何歳でした？合格した時がね、34歳かな。あ、そうなんですね。いや本当にその執念の戦いが、やっぱそのボクサー時代のですね、執念さがやっぱり生きてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども。いや結構きつかったよね。もう二度と戻りたくないもんね。聞いてて私もめっちゃ行きたいと思い全くしなくなりましたけどでも博士号は欲しいなって思うんで、なんか博士号を取るためだけに行くのありかなと思いました。いやきついよまあただはい、司法修習生とかになって、まあ、俺の同期とかではいなかったけれども、はい、私は札幌で司法修習受けて、はい、札幌で働いてるけれども、その一つ下の代とかで、はい、60ぐらいで受かってる人いて、60? うん、だからそんなやってないのかな、もうちょっと手前のかな、でも、はい、まあまあ、もうちょっと退職間もなく見えるよねぐらいの、年齢だったんだよね。で、それが、その方が娘さん、両方とも北大行ってんだけど、親子で、で、同じタイミングで司法試験合格するっていう、そういう親子いたね。そんな人いるんですね。結構、じゃあ、ロースクールって結構、年齢って結構幅広い感じなんですか？年齢は全く関係はないから、誰でもどうぞ。中央大学もなんか社会人で経験がある人っていうのは結構そんな珍しい感じじゃなかったってとこですかね。そうだね。結構混ざってたよ。そうですか。今はどうなんだろうな、ちょっとわからないけども、その時のロースクールは多種多様な、その社会人も、ちょっと社会人もやって、その後でもいけるようにっていう一応コンセプトがやっぱりあって、まあ今ちょっと少ないのかもしれないけども、まあそれでも今も結構いるよ。司法修習生って言って司法試験合格した人、はいはい、社会40何歳ですみたいな人はやっぱりいて、前職こんなことやってましたみたいな、職務経歴書とか持ってね、法律事務所を巡ってるなんていう姿も結構見るのでね。そうなんですね。いやー、なんか聞いてて非常にレベルが高い話だなと思うんですけれども、司法修習生になられた後、一度なんかどこかの弁護士事務所で勤務されてから、今、ご自分でやってらっしゃるって感じですか？そうだね。札幌の2年1ヶ月、はいはい、磯老弁護士、はいはい、磯弁。給料をもらいながら、弁護士として活動する、そういう、勤務弁護士を2年10ヶ月やってもらって、でその後、札幌第一法律事務所という事務所を1回作って、はいはい。で、弁護士が3人ぐらいまでになって、で、その勤務弁、3人の弁護士の中の1人が私で、で、その後、今、また別のリーガライト法律事務所っていうのを作ってるんだけど、それは去年の12月なんですね。はい。札幌第一法律事務所は結構、一般、個人の顧客、例えば離婚とか、交通事故、はいはい、個人破産とかね、そういうのが結構多くって、で、俺のお客さんは基本的に企業さんなので、はいはい、完全にそこのコンセプトを分けるってやった方が、ビジネスモデルとしては、いいなというふうに思ったもんだから、本当に企業中心、法律事務所を今やってて、今、今度6月1日から1人で、2人の弁護士かな。で、これからもやっていこうかな。そういう企業法務がやりたい人ね。いいですね。企業法務というと、これはどういうお仕事なんですか？まあ、一言で言うと、読んで字のごとく、企業さんのために役に立つ法的なサービスをすることっていうことなんだけど、まあ、それだけ言われてもよくわかんないと思うんで、はい、例えば、私がすごく好きなのは契約書とかすごくいじりますね。あ、前も見ていただいてありがとうございます。大変アドバイスをいただいて大変勉強になりました。契約書を本当にその顧問先の会社にとってこのような形で、例えばお金を支払ってもらうケースの場合はちゃんと取りっぱぐれがないような条項をきちっと入れておくとかね、あるいは、こっちがサービス提供する側なので、お金もらう場合は、そのサービスの内容として、ここまでは義務があるけど、ここからサービスことはもうサービスなのであって、義務ではないとかっていうところをきっちり線引きしておいて、後から債務不履行だとか、文句言ってきたとしても、いや、そこの部分は義務の範囲外で、サービスでやってた部分なので、それは債務不履行とかそういう話にならないんですよって、きちっと。まあ、ある意味、紛争になったときに反論できるように、そして裁判によってもその通り勝ちやすくするために、手厚い契約書を作っておくっていうことは結構、なるほど。それが予防法務っていうやつなんだけど、とか、なるほど。あと、労働案件とかも結構あるよね。あ、労働案件もですか。最近とかだとね、うつ病になっちゃった従業員の対応なんていうのもあるだろう。あと、就業規則関係とかね。はいはい。就業規則って会社のルールが書かれてあって、労働契約の内容になるんだけれどもね、それを結構長く放置して修正してない会社さんとかも多いので、でそうすると、現在の法体系、法律と合ってないっていう、そういうずれた状態を放置してるっていう現象とかあったりするので、なるほど。そうして直すとか、まあ結構いろいろ幅広いよね。企業法務といってもかなり多岐にわたるよね。あと、会社の売却とかね、もうやるよね。そこも。すごいですね。何でもやられますね。今やってるのは、ある病院のね、バイアウト、手伝ったりとか、そうだね、MA は結構多いかな。いや、とてもですね、この企業法務の奥深さも大変分かりました。私も経営者の端くれなので、本当になんか事業大きくなったら、ぜひお世話になりたいなというふうに思ってきております。ちなみに弁護士として当初からですね、なんか今のようになんか企業法務とか個人法務とか、なんかいろんなことをやりたいと思われてたんですか？それともなんか弁護士としてこれ以前からやりたいなみたいなものがあって、なんか弁護士を目指されたところってあるんでしょうか？まあ、企業相手っていうのは、意識はしてたよね。もともと大学生にボクサーになる前の中に会社作っていたので。あ、そうなんですね。株式会社トゥクトゥクっていう株式会社作って、でエスニック雑貨を仕入れして、輸入して、で販売、する会社を作ってたんだよね。いじゃあまさにじゃあそのタイ行かれた絵なんかいろいろ買ってきてみたいな。そうタイとかネパールとかあとウズベキスタンの絨毯、はいはい、で大体バンコクでUPS かカーゴを使うんでね、はい、うんうん、 UPS っていうのが空便でカーゴは船便だけど、はい、日本に運んできてね、日本のインボイス、税関通して、はいはい、で、俺の場合は、早稲田だったのでね、東京にいたけれども、はい、売る先は東北と北海道。あ、そうだったんですね。これを、うん、やってたんだよね。なので、その経営者目線で、相談できる人欲しいよなっていうのはすごく思ってたので、うんうん、あ、なるほど。不動産事業もやってらっしゃったとおっしゃってましたよね。だからそういうご経験も生きているっていう感じですかね。不動産屋になったのでね、うん、だからちょっと最近も不動産関係の仕事、はい、とかも結構聞いてるね。なるほど。再開発案件とかね、結構最近やってるしね。再開発ですか、いいですね。再開発に関わる、いろんなトラブルがあったりするのでね、はい、うん、そこの紛争を担当してもらうなんていうのもあるしね。なるほど。いや、どんなことやっててもね、はい、役に立たない経験なんて大切ないね。いいですね。いや、素晴らしい。そこはね、うんうんうん、ちょうど土屋さんから学生時代からですね、そのエスニック雑貨の会社の話っていうのはちょっと折々聞いてましたし、またボクサー時代、そうやっていても役に立つというのは素晴らしいですね。ちなみにこのですね、社会人経験を持ってやっぱロースクール行ってやっぱり良かったって思います？それともなんかストレートで最初から弁護士目指してた方が良かったなって思ったりします？ああ、どうなんだろうな。比較したことないからストレートでやってたらどうなったのかっていうのはわからないけども、はい、少なくとも今自分が思ってることは他のことをいろいろやって入ってよかったなっていう気持ちしかないかな。もっと早くロースクール行っとけばよかったとかね、そういうふうに思ったことは今のところ一度もないし、これからもないなと思うんだけど、やっぱりその社会人経験やってた時の、なんだろうな、不動産の営業とかやってたので、たまにどう説明するのとかもね、法律用語をそのまま使って説明してたらお客さん分かんないので、はいはい、先生に立ってこう説明してちゃんと理解してもらえるように努めるとかね、やっぱりそれって営業の感覚に近いんだよね。なるほど。例えば不動産のそこに置かれている土地計画法上のその区分、説明したとしてもお客さんやっぱりわからないから、ここら辺はこういう地域になってるんですよねとか、そうそうちゃんと説明しなきゃいけない。それを法律用語、土地計画法上の用語なんか使っちゃダメだし、やっぱりその感覚は周り大学そのまま大学卒業してロースクールに入りましたっていう人たちとこう比べると、こう横で見てて下手だなと思うときはそうですよね。それはそうなんだけどね。なるほど。営業経験ないと、やっぱどっちみち弁護士と仕事取ってくるのもやっぱ営業ですからね。だからそうだね、やっぱり、いろんな弁護士比較して最後にこの人をお願いしたいと言ってもらえるような、丁寧な説明はやっぱり気をつけてるし、依頼いただいた後もね、ちゃんと分かるようにちゃんと報告したり相談したり、あと決断していただくっていう場面がね、どうしてもあるので。コミュニケーションは重要だよね。そのロースクール入ってですね、良かったなということと、良くなかったなというところがあればお願いいたします。ロースクール生活の良かった点は、やっぱりその時の人間関係、出来上がった人間関係がすごく大きいですね。人間関係ですか。はい。いまだにそのロースクールで出来上がったその人間関係、やっぱりしっかり生きているので、困った時に、私今札幌にいるので、大学出てそのまま東京で弁護士してるの同期ばっかりなんだけども、でなんか東京で結構専門的なところにポンポンポンって皆さん行ってるので、ちょっとこっちでこう札幌ではこういう案件少ないからちょっと教えてほしいな教えてもらったりすることもあるし、あと仕事をお願いするときもあるし、なんかいただくときもね、紹介でもらったり、あと東京出張行ったときとかね、一緒に飲んだりするし。いいですね。やっぱり2年間ね、一緒にきつい勉強を続けてきたっていうね、その時間を共に過ごしたがゆえの関係性、これが今思うと財産だったよな。いいですね。もう本当 LINE グループとかも結構作ってる、そのまま残ってる。あ、そうなんですね。LINE グループも、結構そういうことになるもんね。まあ1日だって12時間も大学で勉強してたらすごいつながりがなりそうですね。本当に勉強中もね、やっぱり助け合うんだよ。そうなんですね。教えてみたいな、そういうその得意なやつにこう質問をするっていう。なるほど、いいですね。そういう関係でしたよね。だから関係性が財産っていうのは、関係性が財産、それが出てからもつながるっていうのは本当に面白いですね。そうだね。逆にあんま良くなかったなっていうところは何でしょうか。良くなかったかのはね、私の中央大学のロースクールは学費が結構高くて、200万ぐらいしますよね。200万ぐらいかかったんで、そうですよね。はい。で、奨学金をマックスでもらいながらやっていったのと、母親から生活費は支援してもらったので、ちょっといろいろお金かけさせてしまったなっていう。まあいまだにね、借金は返済してるけど、その金銭的には結構高い部類だったんだろうなって思うかな。まあ、そうは言ってもね、まあ、おかげさまで、弁護士としての事務所運営はすごくうまくいってるので、いいですね。いや、受かってよかったですっていう、もうただそれだけなんだけど。いやー、そうですね。あれ結構大きな博打だったんだろうなと思うけど。お客さんっていうのはありがたいことでね。素晴らしいですね。もう土屋さんとして今後の展望であるとかですね、こうしていきたいみたいなもの何かありましたら自由にお話しください。今後は今リーガライト法律事務所っていう法律事務所をやってるわけだけど、グループを作っていくことを、今あるのはリーガライト行政書士法人っていうのがあって、これは北海道全域の建設とか、あと、なんだ、入管取り次ぎとか、法事設立とか、まあいろいろやってるんだけども、それと全国でドローン、ドローンのその飛行許可関連、あるいはドローンスクールさんへのそのシステムの導入とかね、やって、でこの前、飛行許可の 3.5 レベル 3.5 っていうのがあって、それを日本で第1号で取ったのうちなんだよね。すごいっすね。あ、そうなんですね。日本で第1号。そうそう、リーガライト行政書士法人は多分全国でドローン関係のなんだ業者さんにとっては多分全国で知られているんだけど、すごいっすね。まあ行政書士法人があるでしょ。で、それ以外もやっぱり社労士法人とか司法書士法人、税理士法人とか作って、その企業さんのお役に立てるような法律家の集団を全部作りたいんですよね。すごいっすね。で、今探してるんだけど、ビルも欲しくて、リーガルライトビルっていうのを作って、そこに全員入るっていう。すごい。それをやりたいんですよ。なんかメディカルビルの法律版みたいな感じですね。ああ、そう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 。いいですね。札幌ね、今のところなくて、これ、お客さん目線で見たときに、すごい助かるんだろうなって思うんですよね。確かに。結構今だってもうみんなバラバラなので、例えば総合対策一つやりますよってなった時に、例えば税理士の言うことと弁護士の言うことで真っ向から別の方向のアドバイスを受けちゃったりするときに困るんですよ。確かにありますね。税理士としてはこうやったら節税になるよって最も節税効果が高い提案とかするわけですよね。その一方、弁護士としては相続になったときに揉めやすい類型っていうのが頭にあって、それを回避しようっていうので、なので結構選択肢が真逆っていうことが結構あるんですよね。なるほど。 なので今私が気をつけているのが、一番最初の法律相談とかパッと来た時に10分ぐらい電話でこんな法律相談したいので、予約させてくださいって言った時に、それでパッと話聞いて、お客さんが求めてようが求めてなかろうが、求めてなかったらやんないか明確に言ってない場合でも、必要な資料さんも集めた状態で法律相談やるんだよね。あ、そうなんですね。この案件は司法書士と税理士が必要だっていうのを聞きゃ分かるので、その場合はどうせ探さなきゃいけなくなるんだろうなっていうのはもう目に見えてるケースってやっぱりある。いや、お客さんで3つの事務所をアポ取って3回行くっていうのは、さっき言った通り別々の方向のこのアドバイスを受けたら多分なるので、確かに一発でドンとこう3人いますっていう、そういう状態でやっちゃったりしますね。でそうすると何がいいかっていうと、その税理士の言うことと例えばその場合弁護士だったら私の言うことが真逆、私とその税理士がそのお客さんを目の前にしながら、じゃあこういう選択肢はどう、こんな選択肢はどうっていうお客さんを組み合わせしちゃうんですよ。で選択肢を3つぐらいに絞った状態で、誰々さん今聞いた通り紛争リスクを回避するっていうところを重視するんだったら、この選択肢1なんですよね。節税効果一番高いのは3なんですよ。ただ、紛争率がまあそのまま残っちゃうんですよねとかって、さあ選んでくださいみたいな、説明できるので、結構手厚い情報提供ができる。それはやっぱり一つの事業さんだけではとてもできないサービスなので、それでリーガライトグループっていうのを作って、すべての事業、そういうのを目指してます。いやー、ぜひなんか本当に津谷さんの場合全部なんか本当達成されているっていうのは、私もずっと以前から拝見してますので、だから絶対成し遂げられるんだなと思います。素晴らしいなと思います。札幌でそういう会社さんが弁護士事務所さんがあると、今後の北海道の発展であるとか、そういったところにも関わっていくと思います。大変素晴らしいなというふうに思います。私も応援させていただければと思います。今社会人でですね、ロースクールを目指している方、特にちょっとどうしようかなって悩んでる方に何かアドバイスがありましたら、自由にお願いいたします。本当に主観的なことになってしまいますけど、弁護士って本当にいい職業で、基本的に独立して自分の店を構えた時には、どこで仕事するのか、誰と仕事するのか、どのような仕事をするのか、完全に自由に決められると。でお客さんにとってもね、すごく満足してもらえることが多い。人生のピンチとかね、そういうお客さんが胃が痛くなるような状況で来るものだからね、その受け止めるストレスは、間違いなくあるんだけれども、魅力的な職業だと思っているので、弁護士はおすすめですね。いいですね、わかりました。ちょっと社会人の方の場合、結構ですね、今ちょっと制度改革があって、津谷さんの頃よりは弁護士になりやすくなりましたよね。そうなんじゃないかな、きっとね。だからやろうと思えば、もう2年かけずに受かるかもしれない。めっちゃ大変ですけど。今はなんか卒業しなくても、最終学年でなんか受験できるように変わったみたいね。そうなんですね。津谷さんの頃が多分激ムズで、だんだんちょっと前よりは楽になってきてるかなみたいな。なんだろうね。どんな状況であってもね、これからもそういう条件とかいろいろ変わるだろうからね。うん、そうですね。というところで、おすすめですね。職業としてもおすすめ。特にこの困ってる方の力になれる。特に社会人としての経験が、土屋さんのようにですね、役に立ったりとか、そういうふうなところでですね、社会人経験も活かしやすいというのが大変興味深いところだなと思って学ばせていただきました。特にですね、その本当に初心貫徹というところを本当に私は以前から土屋さんに感じていらっしゃったので、ぜひこの、ビルもですね、ぜひ建てていただいて、私もここにちょっと相談に行けるような経営者になりたいなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。こういった形のですね、情報発信を定期的に行っておりますので、もっと見たいよという方は、いいねボタンやチャンネル登録ボタン、また概要欄から LINE 登録、メルマガ登録もできますので、お気軽にどうぞ。また、土屋さんのですね、サイトもよければ下に紹介させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回土屋さんのお話を聞いてきました。土屋さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではまたこの動画をご覧ください。大変ありがとうございました。